こんにちは。今日の切り抜きニュースは、憲法の改正に関しての発議ってもちろん9条だけじゃなくていろいろ出てくるでしょ。あの結婚が同性とかダメとか、とにかく憲法改正の発議に反対する理由がないのよ、うちの党は本来ね。だから基本全部賛成するよ。ただNHK のスクランブル放送をやってくれるっていうのを引き換えにしたいと思うので、そこはギリギリまで。とにかくうちの党の理念としては、憲法改正の発議に賛成しないと直接民主主義にならないので、否定する理由はない。ただだから憲法改正賛成と憲法改正発議賛成はもう全然違うから、あのそれこそね、共産党なんか憲法改正の発議賛成するべきなんです本来。だって国民の多はやっぱりあの憲法9条改正したい方がいいと思ってると思うよ。まだ少なくとも5年ぐらい前にやってたら、あの5年前とか3年前からできたわけ。そしたら国民の半分は憲法9条改正しなくていいってなったと思うよ。そうすると安倍さん辞めることになるんですよ。でもなぜそれをしないかっていうと、自分たちが国会議員で言い続けたんよ。だってどう見たって新聞の世論調査でも憲法9条改正するのに反対の人のが多かったから。それをするともうあの野党側の仕事がなくなってしまうから、まあ、NHK の集金人と一緒よ、野党の議員。まあ俺たちも言われるけどな、 NHK なくなったら俺たちの仕事なくなるやん。それに近いところあるかもわからないです。私は憲法改正は必要だと思います。憲法9条と国会や選挙制度などを議論すべきだと思います。それではご視聴ありがとうございました。以上です。国会議員 YouTuber が NHK をテックワーク。